皆さん、こんにちは。サックスプレイヤーの荒川愛菜です。いつもたくさんのコメント、高評価、ありがとうございます。皆さん、セルマー社のホームページ見ましたか？年明けあたりからちょっとね、ざわついておりましたが、こう発表があって、こうなって、こうなりました！なんと、5年ぶりの新製品ですよ。入門モデルに位置づけされるアクソス。このシリーズのテナーサックスが発売されました！散々ね、シリーズ4かなんて声もありつつのアクソステナーの発表だったので、一部ね、なんかこう残念がっている声もちょっとちらほら聞くんですけれど、もう私は楽しみ一色ですよ。ということで、本日はホームページから推測するアクソステナーの魅力についてお話ししていきたいと思います。よくね、言われるんですけど、こちらも案件ではございません。ただ個人的に楽しみすぎるがゆえのレビューでございます。個人的な見解になりますのでご了承ください。そもそも、セルマーってなんだっていう方にも分かりやすく一言で説明いたしますと、世界的なサックスメーカーの一つです。今でこそいろいろなメーカーを選べますし、使えるメーカーね、結構あるんですけれど、私が中学生の頃からサックスといえばセルマー、ヤマハ、柳沢なんて言われていました。セルマー社のことをお話しし始めるととっても長くなってしまうのと、セルマー社の回し物とかではないので、ざっくり言いますと、今回の新商品、アクソスやシリーズ2、3、それからリファレンスっていうモデルを作っているのがセルマーパリ社、フランスセルマーになります。ジャズやポップスをメインに演奏されるような、プレイヤーさんが持ってるような、いわゆるヴィンテージ楽器、マーク6とか7とか、これはアメセルと呼ばれていて、フランスセルマー社のパーツを使ってジャズ奏者向けに組み立てたものを販売していたアメリカンセルマー社のものです。まあ私よりも詳しい方はいくらでもいらっしゃるかと思うので、ネットでね、ブログとか検索してみると面白いと思います。で、新製品ですよ。2015年に新しいブランドとしてセレス、アクソスが発売されました。どうしてもね、お高いセルマの楽器。特に入門機種っていうのが作られてこなかったので、結構衝撃的でした。改めてアルトも吹いて比べたいなっていう気持ちは置いておいて、今回はテナーサックスですよ。発売日は1月21日っていうのをちょっと見たので、そろそろね、楽器店にも入荷されているんじゃないかなと思います。このご時世ですし、試奏ってできるんですかね。ちょっとメーカーさんに聞いてみようと思っています。さてさて、早速ホームページを見ていきましょう。ドドン！アクソステナー！これは彫刻の絵柄でしょうかね。ジュビリーの絵柄とは違ってリファレンスっぽい模様かなというふうに思います。豊かな音色と素直な反応が生み出す新次元。なるほど。って感じではありますが、文言として気になるところは、素直っていうフレーズですかね。よく生徒さんの楽器選びをする際に話すのがメーカーの特徴なんですが、ヤマハは純粋とか純朴、なんていうかこう奏者に合ったモデルに合った音が出るっていう印象です。マウスピースとかリードとか付属のものを使って手をかけない段階でのお話ではありますがね。それよりは楽器的なというかメーカー的な特色が前に出ているイメージがあるのが柳沢。素材によっても音の方向性が変わるので突き詰めてお話はしませんが、個人的にはヤマハよりも特徴的に感じています。そして私の使っているセルマーは少しジャジャンマ的な要素を持っている気がします。扱いにくいわけでは決してないんですが、本当に初心者だったら他メーカーの方が吹きやすく感じる可能性が高いんですよね。吹き込むのにというか、自分の音を作り出すまでに時間がかかるイメージ。現に私が購入したアルトサックスシリーズ3なんですが、高校生の時と音大生の時と、そして今でだいぶ音色が違うと思います。もちろんセッティングや目指す方向性がその時によって違うので、当たり前かもしれませんが、奏者のこうしたいっていうのを叶えるのには最適。特に私使ってるので、ひいき目もあるかもしれないんですが、誰でも好きってわけじゃないかもしれないなというふうに思っています。そんな中、アクソステナーは素直だと。説明文の中にもありますが、ここ、パフォーマンスのレベルに関係なく、テナーサクソフォンを攻略できる理想の楽器。攻略ですよ皆さん。普段私がアルトばっかり吹いてしまうっていうのもあるんですが、テナーってなんだかこう心底難しいんですよね。実際生徒さんでもテナーをちゃんと鳴らせてない方多いんですよね。上の方だけで吹いちゃうというか、きちんと鳴らすにはもう少し体の使い方考えたいよねって思うことが多いです。ですが攻略できるって言ってるんですよね、メーカーは。鳴らしやすくなっているんでしょうか。そのあたりは、実際にね吹いてみないとわからないんですが、一言で言うと扱いやすいセルマーってわけですよね。ある意味夢のような楽器な気がします。仕様も見ていきましょう。キーね B フラット、音域ロー B フラット、ハイ F シャープ、メタル製レゾネーター付きレザーパッド、樹脂製サムフック。アルト同様シリーズ3が元になっていると思うんですが、サムフックとサムレスト両方の親指の部分は樹脂製なんですね。アクソスのアルトも樹脂製だったかと思います。軽量化したネックソケット、簡単にハンダ付けしたフバサミ、ライヤー装着部。今までのシリーズはネックを止める右側のネジの他に左側にライヤーネジがありました。アクソスシリーズはこのネジは別になっているようですね。きっと水槽感に大きく差ができていることかと思います。これと同様にネックの設計もちょっと違うんですかね。アクソス限定の S ネックオクターブキーという風に書いてあります。ロゴの部分が違うので鳴りも違うんでしょうか。この辺りの細かいところはメーカーさんにもきちんと聞いてみたいですよね。そしてアクソステナーサクソフォン用に開発されたゴールドラッカー。アルトはクリアラッカーだったんですけど変わったんですね。これによってシリーズ2や3の音色に寄せているんでしょうか。付属品としては S80 のワンスターのマウスピースとテナーのアクソスのケースが付属しています。リガチャーはアクソス用のものなんですね。私セルマーの純正リガチャーが結構好きでしばらく使っていたので、こっちもねかなり気になってはいます。でケースも背負えるタイプで楽譜や小物も入りそうということでした。そして気になるお値段。希望小売価格が税抜きで53万円。ってことは店頭で50万を少し切るぐらいですかね。高いですけど、多分今セルマーのテナーって70万ぐらいしますよね。それを考えるとだいぶ、ちょっと身近に思える価格にはなりましたかね。実際に吹いていないので、それにしては安いとか高いって言い切れないんですけど、初心者でとか学生さんでいきなり70万の楽器をっていうよりは良心的かな。いやでも私にとっては50万の楽器はポンとは買えないですけどね。ちょっとコスパ的なところは吹いてみないとわからないので、試奏できる機会を作らないといけませんが、私がアクソスに期待しているのはここ。公式が出している紹介動画、この試奏をしているのがマックス・ヨナータさんというイタリアのジャズ奏者なんですよね。もちろんジャズプレイヤーも使う楽器メーカーなんですが、シリーズ2、3に関してはどちらかというとクラシカル、個人的な見解ですが吹奏楽やクラシック奏者が好んで使うイメージが強いんです。そんな中メーカーとしてジャズ奏者推しでこの楽器を紹介するということはかなり自由度が高い楽器なんじゃないかなと思っています。先ほど出てきた「素直」というキーワード、つまりこれはセッティング次第でどんな音でも出せるんじゃないか説が成り立つというわけです。私はシリーズ3の楽器にナバーロのマウスピースをつけて吹いているんですが、結構頑張って吹かないと、というかクラシカルな音を出そうと思えばそれっぽい音もなんか出せちゃうんですよね。マウスピースでどうこうっていうよりは奏者の意向が色濃く出る気がしています。もしそれが解消されるのであれば、ポップスやジャズを吹きたい方の新しい選択肢になるかもしれません。もちろんシリーズ2、3でやりたい音楽ができないってことではないのでご理解くださいね。ジャンルに特化せずとも、つまりはコントロールがしやすいということだと思うので、そのあたりは初心者にも上級者にとってもいい点と言えるんじゃないでしょうか。とね、ここまで好き勝手語ってきましたが、とにもかくにも吹いてみなきゃわからないですので、一刻も早く実際に触って確かめてみたいなと思っています。新しい楽器なのでおそらく初期の入荷数はそんなにないかと思うんです。ですので興味のある方はお早めにね、楽器店などに問い合わせてみていただけるといいと思います。ということで本日はアクソステナが楽しみだよというお話をさせていただきました。セルマージャアクソステナの詳細ページは概要欄にリンクを貼っておきます。実際の音もここから聞けますので、皆さんの感想などコメント欄にどしどしお寄せください。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンを、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。Twitter もやっております。ぜひフォローお願いいたします。オンラインサロンSaxocietyの参加者募集中です。サックス仲間が欲しい方、もっともっと上達したい方、ご登録お待ちしております。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。